ブライアン・ケージのリングネームで知られる、ブライアン・バトンは、アメリカ合衆国のプロレスラー。カリフォルニア州サクラメント出身。少年の頃からプロレスを愛し、プロレス番組を欠かさず見ていたという。時が経ち、地元であるサクラメントのアルコアリーナで行われた、プロレスショーを観戦しに行った際に、WCW、WWE に所属していた、クリス・キャニオンと出会い、 こういう関係を持つ。キャニオンと出会ったことにより憧れであったプロレスラーになることを決意し、トレーニングに励み2004年、MWF にてプロレスラーとしてのキャリアを開始。PCW、アップなどに参戦した後、2006年にキャニオンの勧めにより、当時、WWE の参加団体であった DSW に入団し、心身を鍛えた。2007年、 DSW を対岸してカリフォルニアを主催としているインディー団体を中心に参戦。2008年 WWE とディベロップメント契約を交わし入団。クリス・ローガンのリングネームで参加団体の FCW にてデビュー。FCW フロリダタッグチーム王座を獲得する活躍を見せ WWE へ昇格するのも時間の問題かと思われたが2009年9月に リリースとなった。この回雇劇は FCW の7不思議と呼ばれるほどの衝撃であった。WWE 解雇後はカリフォルニアのインディー団体を中心としアメリカ全土のインディー団体で活動。2010年には PWG 所属となる。同年10月にはフルスである MWF にて元 WWE に所属していたケンドーンと対戦。2011年には プロレスリング武士道 NWA ハリウッドに参戦。2012年5月 PWG にて PWG 世界王座を保持するケビンスティーンに挑戦したがダッシュするに至らなかった。2013年1月10日にはティネのガットチェックマッチに出場。FCW にて共に所属した仲間であるライアン・ブラドックこと J ブラッドリーと対戦するが敗戦。また、 ティネとの契約も交わすことができなかった。2017年プロレスリングの兄参戦。塩崎剛や杉浦隆などから勝利を奪い、中島勝彦の持つ GHC ヘビー級王座に挑戦。圧倒的なパワーを見せるも、最後はバーティカルスパイクで敵敗した。2018年1月、インパクトレスリングと契約。2019年にはインパクト世界王座を、 約半年間にわたり放置するなど、中心選手として活動した。2020年1月、オールエリートレスリングと契約、インパクト世界王座。ありがとうございます。